新しいドライバーを見つけました。使えるとかじゃなくて、もう使っているのかな、もうすでにこれは。さあこれさあ、でも反応するものになると色変わってるわ。若干赤色に変わるんだ。なんでだろう。その仕組みって ここのこのアイコンとなんで変えちゃったんだろうな。別に共通でよかった気がする。なんかこれで2つのアイコンの紐付き方が分かったのでって感じ。色と形だもんな。でもあー、でもドライバーを使えてまさにこれだったのか。これは何でしょうか。それはこれだから、これだから紫の六角形。あれ？合ってない。黄色のバツ4、紫の縦ダイヤ緑のバツ。紫の六個のやつ。紫の四角。長方形、黄色の細い丸、青い六角形、青い長方形、まあその最後のやつを適当に全部入れてもいいんだけど、それは面白くないからやんない。これ入れる順番だったんかな。これだよね最初。これは最初に入っているよから始まってるのかな。三角丸×逆三角。あ、取ったやん、さっき。なんか言ってること違うな。高さ順とか、高さ順だ。そんな機会ある？
押せない。開けるしかないんだよな。緑と紫。緑は何言ってんだ。緑はあのあれかな、安定している場所を。これ紫の方が先か。紫は左右を逆に入れればいい。緑は音符逆転っていう風に読んでいいのかな。これ光ってるものを光らせるな。でも光ってないところを光らせとは言われてない気がするな。あ、いや、なもしかしてあれか、矢印があれか、両方にあったのか。入れ替えろって言ってたのかもしれない。紫は6を達成。緑は4と6を同じにしろ。言われてることがいまいち分かってないな、まだ。こっちはなんか緑色よりも6大きい数にいればいいと思うんだけど、こっち側の言ってることが分かんないね。4と6に、いや違うのかな。なんかこのマックス入れるのがとりあえず目標なのかな。どっちかでいいので最大まで入れて、その数字が572だから
プラス6して578みたいな話。当てんので緑をマックスで上げるには、これだから847を6だから867。なんだあのバーをなんかあのバーの関係性で4イコール6にするだろう。何をすればいいねんって思ってた。S02 に行ってアディショナルパワーソースをもらってきなさい。パスワードは本のタイトルに書いてある。最初と最後の文字を入れ替える、入れ替えろ。本のタイトルに4文字のパスワードが入ってる。これか3001で最初と最後入れ替える。1003。マジかよ。今日ラボに戻ってラ・アレックスがそこにいた。彼はクロノスプロジェクトを壊そうとしていて、幸運にも彼はまあ失敗した。なんだろう、物質のリジェネレーティブ、あ、再生能力か。再生能力が高かったので彼はそれに失敗した。アレックスを追い出したんだけど、彼はまた来るだろうね。はい。まあ、円満に退職できなかった人の恨みは怖い。解くか。あるけど、とかそうだよね、新しい何かを見つけたはずなんだよ今俺。これを使えるってこと？この、ああ、3個まで使うことができるんだ。おお、なるほど。何が？紫色の、あ、緑、あれ？緑だっけ？緑と黄色。緑の門。真ん中の模様だけで識別できるかこれ。で、黄色の門。なんでこんな外すの？あれこれ逆か？いや。これ入れたまま今のこれ沈めたらどうなっちゃうんだろう。さすがに取れるか。盤面変わってる。何をするゲーム？何が面白いんじゃ。面白いかもね。なんかそのゲームが画面が一部分しか見えないみたいな、そういう
そういうゲーム性のゲームとか面白いかもな。色が、いやでも色は最初から分かってるはずだな。237、わあ、合計数かこれ。連立方程式を解く。黄色ながなんか手掛かりっぽいけどな。3 4 5 6 7、黄色なだけで、あ、これ入れっぱなしで、あ、やっぱ戻るか。黄色7以外の解き筋ないだろう今の。電気を通すのかな。ネジを回す。ああ。両方やったらいいんかな。これめんどいの？もしかして。の周波数を合わせなさいよが多分やらしたいことだと思うから。ダメなのかな、これ。と、あ、これと同じ形にしろって？違うじゃん。え、何すんの？これ押すと戻るもんな。あ？ん？なんか、別に複数ルートあるよねとかそういう感じでもなくないか。これしかねえ。あれ？じゃあなんか、なんだ？何すればいいんだ？え？さっきまでやってたやん、これ。こいつのせいかな？こいつ今こ、あの下向きの T でやってるからダメだったとか言ってんのかな。でもここがあるから経路をつながないといけないわけではないと思うけど。ただ刺すだけやん。してる時間だ。12。緑が12。紫は紫が8だったっていう情報をちゃんとは分かんなかったかもしれない。どっかに書いてあったんだろうけど、なんか見逃してますね。S03 でフロッピーディスクを持ってきてね。コードはランプコントロールパネルを
まず探してください。てか S03 ってあったっけ。あー、あるんだ。いや面白そうだね。なんかもう絶対に使うぞみたいなものがたくさん出てくるときワクワクするような。ランプってチェンジレンズ、まあこれはこれとして、もう何レンズじゃない、何、Not enough elementsFind the lamp control panel。 でも見つけたな。見つけたよね、さっき。これだもんな。4桁のパスワードに。なるようなもの。なの変だよね。1526。そんなバカな。結構やばくね。中心点がここですよが、カレンダーの、ま、ど真ん中に当てているから成り立つって言ってんのが。ちょっとすごいなこれ。小林の研究成果報告。バーを窓に、あれか、なんか鉄柵のことかな。窓に鉄柵、ドアにも鉄柵、鉄入れた。Painting of the snails you are talking about。 なんていうんだっけ、カタツムリの色を塗った。はい、まあまだそれが何なのかが分かんないからね。確かに、うわお、二進数の人だこれ。なんかまだたくさん入れられるんだね。誰かが通信を止めようとしているのだ。フロッピーディスク手に入れたか。よし、じゃあ続けようかってことで、一旦終わろうかな。思ったよりもストーリーがちゃんとしてて、ここのパートと脱出ゲームのパートがこうなんかいい感じに、いい感じにというか、こう、いいタイミングで、ちょうどいいタイミングでハマってくれるので、いいですね。なんか今日気分転換に、ちょっと歩こうぐらいの感じのタイミングで来るから、嬉しいね。